1校目は東京学芸大学附属小金井小学校です。テーマは通常学級におけるインクルーシブ教育を実現する ICT 活用の研究。発表者は鈴木先生と佐藤先生です。アドバイザーは元帝京大学教授の田村先生です。田村先生、はい、はい、田村先生、この後の進行をお願いいたします。はい、ありがとうございます。田村でございます。まずですね、これは小金井小学校に限らず全て の今回の研究指定校の方に申し上げるわけですけれども、まあ、非常にこの2年間大変な思いをされたと思います。特にコロナウイルスのおかげで一番研究が進むはずの時期に学校閉鎖せざるを得なかったという、そういう事情を抱えておそらく相当苦労されたと思いますが、頑張ってこの2年間の研究をされてきたことにまず敬意を表したいと思います。それではまずトップバッターとしまして東京学芸大学附属小学校附属小金井小学校の発表をいただきますが、先に Q&A ができればなと思っておりますので、早めに Q&A にお書き込みいただければと思います。それでは東京学芸大学附属小学校の佐藤先生と鈴木先生、よろしくお願いをいたします。はい、それでは東京学芸大学附属小金井小学校の鈴木がまず発表させていただきます。画面を共有させていただきますので少々お待ちください。はい、先ほどご紹介いただきましたこのタイトルで2年間研究を進めさせていただきました。で本日は、この3項目について発表させていただきたいと思いますが、まあ、短い時間ですので、なかなか全ての取り組みをご紹介できないのですが、代表的なものをご紹介していきたいと思います。まずインクルーシブな関係を築いていくプロセスを、我々どういうふうに作っていったかというところですが、やはりまずは授業を通してですね、どうそのプロセスを築いていくかというところを、かなり気をつけて取り組みました。で大きくはですね、子どもたち自身が学び方を選ぶ、そして自分のペースでできるっていうふうな環境を作ることが大事だろうというふうに考えております。で一例を、出しますけれども、これですね、この写真、国語でですね、読み物教材を最初に読んでいるところですが、お分かりになるでしょうか。一番手前の子は紙の教科書を読んでいます。で奥の方の子たちはタブレットを見ていたり、あるいはヘッドホンをつけたりしています。これは初めて教科書の本文を読むときに、読み方を自分で選べるようにしたわけですね。でそうすると、読み上げ機能を使って読みたいっていう子は、それを使うし、紙がいいっていう子は、紙を使うということになります。そうするとですね、読みに困難を抱えていて、読み上げを使いたいなっていう子も、周りの子たちがいろんな風な形でやっていますので、非常にためらうことなく、自分のやりやすい方法で選ぶっていうことになります。まあ、あるいは意見を交流する場面のことですけれども、本校の場合にはですね、マイクロソフトのシステムを使っておりますが、この Teams というのの画面を使いまして、チャットでもってですね、意見を交換するっていうことを、よく行っております。こうするとですね、発言が苦手な子も、書き込むのであれば、ためらうことなくできるということで、フラットに子どもたちが関係を築くことができると、そういうふうなことでインクルーシブな環境を構築することに取り組んでまいりました。次の項目は佐藤の方から発表させていただきます。はい、それではよろしくお願いいたします。私の方からは、様々な、理由を抱えて学校生活、あとは学級での学習などに困難を抱えるお子さんたちの支援について、実践をご報告させていただきます。はい、こちらは保健室にあるスマートスピーカーなんですけれども、このように子どもたちが自分で、保健室で過ごす時間、教室に戻る時間などを、自分で決めて、活用することもあります。でこちらは一つ目の事例なんですけれども、一つ目はですね、教室の方で、例えばこう学習中に何かお友達との意見の違いでトラブルになってしまったお子さんです。
そうしたお子さんたちは緊急避難的に保健室などの落ち着いた場所に来ることがあります。そしてそこで、まあ、本当は自分は授業を受けたかったんだ、お友達にこういうことを伝えたかったというようなことが分かってきたときに、教室の方のオンラインカメラと保健室の方をつないで、タブレットで教室の様子を、確認する。そうするとですね、こう自分の意見が、こうまたこう、何かこう、自分の意見がこう、みんなの中で、もっとこう、話し合いたいとかですね、自分が思ってたより教室の環境は、悪くなってないということが分かるとですね、また安心して教室の方に戻って学習にまた参加するというような、ことがありました。こちらが、その様子です。少し。このような感じですね。教室の声もよく聞こえる状態で、何が行われているかっていうのを確認して、安心して教室に戻るというようなことをしています。もう一つはですね、こちらはですね、真ん中にあるオレンジのロボットが、AI のロボットなんですけれども、自分で発表したい内容があるんですけれども、発表するときに本番で、失敗したくないとか、みんなに、自分ができないと思われたくないというような気持ちから、一度保健室に来たんですけれども、なんとかこうどうしたら発表できるのかという相談するうちにですね、最初は、担任の先生がサポートして発表しようかという提案もあったんですけれども、それだとみんなと同じ条件では発表できないということで、この AI ロボットで自分の言葉、話したい内容を、テキストに読み込ませて発表するという形で、発表することができました。このことはですね、まあ、支援を必要とするお子さんだけでなく、これを見た他のお子さんもですね、自分も今度こういう場で使ってみたいなっていうようなこと、ような形で活用が広まっていきました。こちら最後の実践になりますけれども、こちらはフロアプロジェクションといって、天井からプロジェクターで床に映されるアプリケーションを通して、子ども同士や子どもと教員が活用したものになります。で、最初は個別で集団に入ることが難しいお子さんたち、そうした地震の亡くなったお子さんたちと、教員や大学院生などが一対一の関係づくりから、こう遊びを介して、こう自分の、こう、出せなかった感情とかですね、そういったありのままの自分を肯定される経験、まあ、そうしたところから自分が本当にしたいことっていうところにつながるような支援の一つとなりました。またですね、学級集団において、こうなかなかうまくコミュニケーション取れない、すぐトラブルになってしまうというようなお子さんたちにはですね、明確なルールが、まあ、ある環境を整えて、この中で、ルールがある中で自分のニーズを伝える、また相手からの、ニーズ、こんな風にしてほしいんだよ、一緒にやりたいんだよっていうようなことを、まあ、理解しやすい場をを設定することで、子どもたち同士の、触れ合いということにつながりました。はい、私の方から以上になります。はい、再び私の方から発表させていただきます。最後にですね、これは直接インクルーシブとは関わらないというか、あれなんですけれども、今回ですね、先ほど田村先生からもありましたけれども、2年間の期間のうちの半分ちょっとがですね、コロナの甚大な影響を受けました。で、それがただ香港にとっては非常にいい方に作用したなっていう話なんですけれども、オンライン教育をですね、かなり積極的に初期から始めたこともあって、マスコミにも随分取り上げていただきましたし、あとその取り組みをですね、YouTube チャンネルの方でいっぱいこう出したことで、香港のですね、まあ、教員のモチベーションも上がりましたし、全体的なスキルの底上げにもなったなというふうに感じております。ちなみに YouTube でですね、黄金衣装と検索していただくと、香港の YouTube チャンネル出てくるんですが、先ほどのワイズフロアの実践等もですね、かなり
詳細なものが出てきますので、ぜひご覧いただきたいと思うんですけれども、実は一番このですね、コロナの時に学んだのが、インクルーシブにもつながるコンセプトでした。それはですね、まあ、今までの学校教育っていうのは、まあ、左にあります通り、まあ、教室に子どもたちが集って、まあ、教師が面と向かった状態で、授業をしていくと。まあ、フェイストゥーフェイスの関係を大事にしていたわけですけれども、まあ、コロナで休校になったときにそれができなくなったわけですね。で、そうすると、オンラインでつながりながら、まあ、一人一人の学びにですね、教員が、サイドバイサイドで寄り添っていくしかなくなっていったんですね。時間をずらしてアクセスしていったり、コメントをつけていったりすることで、子どもたち一人一人に、コメントを寄せたり何か言葉をかけたりして、学びに寄り添っていくと、そういうふうなサイドバイサイドの関係を築いていくようになりました。で、この子どもたち一人一人のサイドバイサイドの関係を築くっていうところがインクルーシブ教育を進めていく上でも非常に大切なコンセプトだなっていうふうな、学びを得まして、まあ、このコンセプトを大事にして今後も、研究実践を続けていきたいなと考えております。以上雑白ですが我々の発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。はい、鈴木先生それから佐藤先生ありがとうございました。それではですね、私からコメントいたします前に、まあ、皆さんから少しご意見あるいはご質問を少しいただきたいと思います。コアネーション宛てにでもよろしいですし、まあ、この後で取り上げてほしいということでも結構ですので、Q&A に書き込んでいただくかあるいはフロアの方は手を挙げていただいて、全部取り上げられるかどうか分かりませんけれども、少しでもこうやり取りができればと思っております。いかがでしょうか。はい、写真で紹介された小さな白いモニターに興味を持ちました。蒼太君のことかな。 あれはですね、多分アレクサですね、アマゾンから出てるスマートスピーカーの、スマートスピーカーって言いながら最近画面付きのものもあるんですが、それですね。で、それに対応したカメラがあるので、それを教室の方につけて、保健室とつないでっていうふうに使いました。なるほど。ありがとうございました。他にいかがでしょうか。どんなことでも結構でございますが。フロアの方はいかがですか。ましたね、サイドバイサイドの有効性は分かりますが、教師の負担感はいかがですかと。はい、これすごくよく聞かれるんですけれども、例えばですね、まあ、今の学校が始まっているので、サイドバイサイドで寄り添うって言ってもどうするんだってよく言われるんですが、ギガスクール構想でタブレット1人1台入るようになって、やっぱり教師のですね、授業中の動きっていうのが随分変わったなっていうふうに思います。初めの方で、課題を明確に提示してあげれば、まあ、あとは子どもたちがですね、自分でどんどん活動していくっていうふうな、そういう授業が主流になりつつあると思いますし、またそうでなければいけないと思うんです。で、そうなると教師って一瞬ちょっと手が空くんですよ。で、その時間に、まあ、ぐるぐると回って、何も全員にそこでこう寄り添う必要はないんですが、やっぱり寄り添ってあげないと学びが進められない子もいますので、そういう子のところに行って、何かアドバイスをしたりとか、そういうふうなことを進めていきますので、負担感ということで言うと、私の感触ではそんなに負担が増えるっていうふうなものではないなと、物理的には思います。ただ、今までですね、そういう意味では、一人一人の学びをやっぱりちゃんと見ていなかった部分はあったんだなっていうふうな気づきはありますので、そういう意味では考えることは増えたかなと思いますけれども、それは教師としては非常に良いことではないかなと考えてますので、問題はないんじゃないかなと、むしろそれでやっぱりやっていくべきじゃないかなっていうふうに考えております。ありがとうございました。小柳先生から何か手が上がったように見えましたけれども、小柳先生は何かご発言ありますか。ありがとうございます。まあ、教室とかにですね、入れない子たちがどう入ってくるのかっていうことについてのいろんな取り組みについて少しちょっと教えていただいたんですけども、一方でこう、それを教室で待ってる側の指導っていうかですね、普通に教室にいらっしゃる子たちに、
そういう子たちがこう入ってこられるのに、入ってきやすいようにするとか、そういった教室側の指導みたいな形っていうのは、どういうふうに先生方が工夫されたのかなっていうこととか、教えてもらえますか。ありがとうございます。いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。そこに関してはですね、まず教室から離れているお子さんに今の状況をどう説明すると、まあ、説明してほしいのかとか、周りの子たちにどうしてほしいのかっていうニーズを聞いた上で、それによってその教室での話し方もそれぞれなんですけれども、何も話さないということはなくてですね、教室の方で例えば途中で出入りすることがあるけど、みんなが声かけちゃうとかえって緊張しちゃうから、声かけなくて大丈夫だよとかですね、あとこういう時には、うん、一緒に協力してほしいんだよっていう具体的なことを子どもたちに言うっていうことと、あとはそれが特別なことじゃないっていうことですね。子どもたちそれぞれに苦手さ、困難さっていうのがあるので、そこをお互いに支え合っていくっていう、まあ、そういう学級文化を担任の先生として作ってもらうっていうことを大事にしていました。ありがとうございました。会長からもちょっと質問がありますのでよろしいでしょうか。はい、お願いいたします。はい、すいません。すいません、発表ありがとうございます。尼崎市立清和小学校根和下と言います。質問なんですが、集団に参加しにくい児童がいたときに保健室に行けるというのは非常にいいと思うんですが、そうなってくるともう保健室で受けてそれでいいやってなってしまったりしないのかなっていうのと、あと、まあ、自分がこう発表するのを言いにくいときにロボットに頼るということがあったと思う。それも一つだと思うんですが、それをすることでこう自分から言うということのステップアップという形はないのかって、その辺どう、実際どうだったか、ロボットにずっと頼りすぎてるしまうということはないのかって、その辺お願いします。2点お願いします。ありがとうございます。その点についてはやっぱり担任の先生であったり保護者の方から最初同じような、ご不安を、お聞きすることがあるんですけれども、子どもたちはですね、やっぱりその何かこうみんなと一緒にできないからやっぱり不安であったりとか、集団の中にいることでこう自分の力をうまく発揮できないとか、パニックになってしまって、困ってしまうというようなことがあります。なので、保健室はですね、どちらかというと緊急避難的にうまく使うようにしてもらっています。で、保健室以外にもですね、うちの学校にはリソースルームというところで、まあ、心理の大学院生とか、まあ、学部の大学院生なんかが行って、そこでちょっとクールダウンをして、過ごすというようなことをしていて、子どもたちもですね、最初はですね、少し不安な教室よりは個別になった方が、別の場所の方がいいなっていうお子さんもいるんですけれども、もともとお子さんたちって、集団の中でみんなと関わりたいとかですね、一緒に勉強したいっていう気持ちは必ず持っているので、そこにたどり着くためにはどういう不安を取り除いてあげたり、どういうことを、まあ、本人がこうできるんだよっていう力を示してあげることで、必ず教室の方に戻っていくので、その点では、ずっと教室に戻れないとか、そういったお子さんは今のところいないので、大事、まずは大人が子どものそういった力を信じるということを大事にしてきました。またロボットの件も一緒、まあ、共通するところはあるんですけれども、そういったものに頼ってしまうと、できないとかで、あと漢字が苦手なお子さんが、紙と鉛筆ではなくてタブレットで書字の練習をしたりとか、そうすると本当に書けなくなってしまうんじゃないかというような、心配などもあるんですけれども、まずは子どもたちが他の子たちと同じ環境でできた、自分にはできる力がある、でそのためにはこういう ICT 活用があれば、自分はちゃんと能力を発揮できるんだっていうことが、自信につながって、今度はスモールステップでですね、少しできたら、じゃあ次はもう少し自分、人や ICT の力を借りずに自分でやってみようかなとか、逆にお友達に手伝ってもらおうかなとか、そういったステップアップになっていくので、そういう意味ではずっと、ICT に依存するというよりは、自分の力っていうところをどこまでできるのかっていうのを試しながら、徐々に自分の力を発揮していくというような、流れになっているのが現状です。はい、はい、ありがとうございました。
基本的にこの保健室という存在も、あるいはその、特別支援教育コーディネーターである佐藤先生のお立場も、あるいはそのいろんな道具立て、ロボット等についても一つのステップなんですね。それで済んで、それでいいやじゃなくて、あくまでもその自分でできるようになるために、ワンステップ必要な子さんがいる。そのためにいろんな道具立てを揃えてみるという、そういう発想なんだと思います。ということでよろしいですよね。フローの方よろしいでしょうか。時間がなくなってきてしまいましたので、恐縮ですが、中止めさせていただいて、ちょっと私の方でまとめをさせていただきます。鈴木先生、佐藤先生、ありがとうございました。ご覧いただけましたか。大丈夫ですか。私の方から簡単なまとめといいますか、感想も含めてさせていただきます。まずですね、思いますのは、インクルーシブ教育ってそもそもなんだというふうに思ってらっしゃる方がいらっしゃると思います。おそらく障害のある子どもを、通常の学級で一緒に見ることだよねと思ってらっしゃると思うんですけども、それはあくまでも今のステップの話じゃないですけども、手段なんですね。目的はもっと大きく共生社会をどうやって実現していこうかなというところにあるんだと思います。で、そのためには実は社会も変わらなければいけない。ESD も SDGs もみんなそこを目指しているわけです。その中で学校教育っていうのも、いわば共生社会実現するために、いろんな子どもがいて、誰もがいていいんだということを実現させていかなければいけないんですね。ただし、一人一人にさまざまな支援が必要になりますので、そこで合理的配慮というものが出てくるわけです。それを講じながらでも、できるだけ同じ場所で一緒に学んでいく機会を作っていこうというのが考え方だと思うんですね。ですから、決してその障害のある子どもたちがかわいそうだから入れてやろうじゃないかとか、そういうことではないんです。どの子どもも同じ場所にいて、一人一人の人格とか、個性とかというものが尊重され、お互いに理解し合うという、そういう社会をどうやって作っていこうかなというところにあるんだと思います。ただ、そう言いましてもですね、現実の学校システムではなかなか難しい面がありますので、そこで ICT も含めていろんな道具立てが必要になってくるというのは、実はこの研究だったんじゃないかなというふうに私は理解をしております。インクルーシブ教育というのはですね、言い方を変えると包括的教育とか包み込む教育とか言われてるんですけども、別に障害のある子たちのためではないんですね。これは文科省のホームページなどをご覧いただくと書いてありますけれども、例えば外国、一般の公立の学校であれば、外国籍のお子さん、貧困家庭のお子さん、虐待されているお子さん、いじめに遭っているお子さん、さまざまな学校不適応、本当たくさんのお子さんが今いらっしゃいます。で、今までの学校教育というのは、先ほどフェイス2フェイスっていう話がありましたけれども、基本的に、子どもたちってみんな同じなんだと、同質集団なんだっていうのが前提だったんですね。だから、一斉指導をして、教壇の上から同じことを教えて、それどれぐらい覚えてるかというのをテストで調べて、それが学力と呼んでいたんですね。ところが今、新しい学習指導要領でも言われていますように、そういうことではないと。もう極端にテクノロジーに依存した社会になり、自分の同世代の中で価値観をどんどん変換させていかなければいけないのだから、自分で学べる子どもを作らなきゃいけないって言ってるわけですね。そしてさらには国際化とかグローバル化とかこのインクルーシブとかいろんなことでもっていかに子に合わせた教育が実現できるかということが一つの課題になっています。そこでキーワードになってくるのは実はこの先ほどのサイドバイサイドだと思うんですね。最初聞いたときは私はピンとこなかったんですけども、何度か小金井小学校にお邪魔する中で、あ、こういうことなんだって勉強させていただきました。 ICT の危機というのはですね、一人一人の子どもが自分なりの方法で考えを持てるシンキングツールであったり、あるいはそれを発信するプレゼンテーションツールであったりします。で、特殊支援学校など重い子どもの場合ですね、この場合ですと私は、そういう道具だけを使うことによって、より社会で生きやすくするための道具として、スタンドバイミーって言い方をしてたんですね。だけど、通常の学級ではそういうことではないんだと。つまり支援する側とされる側がはっきり分かれてるわけではなくて、子ども同士がお互いに助け合うことも十分考えられるし、またそういうことを
育てていかなくてはいけないんじゃないか。そこでサイドバイサイドって話が出てくるんですね。これなるほどそうだっていうふうに、私も思いました。特にこの ICT 使うことによって、仮にそばにいられなくても先生方は子どものそばに寄り添うことができるってことはとても重要なことだと思っています。それがインクルーシブ教育の理念につながっていくんだなということを私はこの中で学びました。最後にですけども、誰も例外としない教育ってずっと昔から言われている、インクルーシブの考え方の基本にあります。付属小学校だからみんな同じ学力で同じ価値観を持って子どもが集まってるだろうって普通思うと思うんですが、決してそういうわけではないと思うんですね。で、一人一人の考え方が違ったり個性が違ったりということをお互い理解し合うということはとても大事なことなんですけれども、なかなか従来の一斉指導の中ではやりきれないんじゃないかと思うんですね。そこで、この国内省のすごいなと思っていることは、この自由を保障している、つまり最初にありましたように、一つの目的に到達するのに同じ方法を取らなくたっていいんです。 ICT に慣れてないところですとみんな同じように使わせるとか、そうしないと不公平だと思いがちですけど、そんなことはないんですね。で、逆に言えば日常 ICT の使い方にも馴染んでいるからこそ、自分はこの方法でいくと、で、その子は別の方法を取るということに対しても寛容になれる。これとても重要なことだなと思っておりまして、小金井小学校で私の方が逆にあのインクルーシブ教育の本来の姿を見せていただいたように思います。さまざまな道具だって付属だからできるんだと思いがちですけども、そういうわけじゃないんですね、決して。ぜひこういうことをやりたいということをあちこちに発信することによって、必ずそれをまた手助けしてくれる人が現れる。ぜひ今回の話を参考にして各学校でも取り組んでいただければと思います。私からは以上です。はい、時間となりました。それでは1番目の発表を終わりたいと思います。鈴木先生、佐藤先生、ありがとうございました。またご質問いただいた各先生方、とてもありがとうございました。